皆様こんにちは。青空の下で送る青空文庫の朗読、 YouTube のこういう画面を通しての動画とお耳で楽しんでもらえるポッドキャスト、2つのコンテンツでお送りしております。さてさて、今日の物語は猿蟹合戦、芥川龍之介のお話です。あれ、猿蟹合戦って芥川龍之介の話だっけって思いますよね。皆様ご存知の猿蟹合戦のなんとその後を書いたお話かな。今ね、ちらって見た限りちょっとその続きみたいな入りになっておりますよ。さて、今日はどんなお話なんでしょうか。芥川龍之介の話、書き方がちょっと男らしいので、いつもと雰囲気を変えて読んでみたいなと思います。猿蟹合戦、芥川龍之介。カニの握り飯を奪った猿はとうとうカニに仇を取られた。カニはウス、ハチ、卵とともに恩敵の猿を殺したのである。その話は今さらしないでもよい。ただ猿を仕留めた後、カニをはじめ同志の者はどういう運命に放着したか、それを話すことは必要である。なぜといえば、おとぎ話は全然このことは話していない。いや、話していないどころか、あたかもカニは穴の中に、ウスは台所の土間の隅に、ハチは軒先の蜂の巣に、卵はもみ殻の箱の中に、大平無事な生涯でも送ったかのように装ってる。しかしそれは偽りである。彼らは敵を取った後、警官の捕獲するところとなり、ことごとく監獄に投ぜられた。しかも裁判を重ねた結果、主犯カニは死刑になり、ウス、ハチ、卵らの共犯は無期徒刑の宣告を受けたのである。おとぎ話のみにしか知らない読者は、こういう彼らの運命に絵画の念を持つかもしれないが、これは事実である。寸毫も疑いのない事実である。カニは、カニ自身のことによれば、握り飯と柿と交換したが、猿は熟しを与えず青柿ばかり与えたのみか、カニに障害を加えるように散々その柿を投げつけたという。しかしカニは猿との間に一通の証書も取り交わしていない。よし、またそれは不問に付しても、握り飯と柿と交換したといい、熟しとは特に断っていない。最後に青柿を投げつけられたというのも、猿に悪意があったかどうか、その辺の証拠は不十分である。だからカニの弁護に立った雄弁の名の高い某弁護士も、裁判官の同情を請うより他に策のいずるところを知らなかったらしい。その弁護士は気の毒そうにカニの泡を拭ってやりながら、諦めたまえと言ったそうである。もっともこの諦めたまえは、死刑の宣告を下されたことを諦めたまえと言ったものだが、弁護士に大金を取られたことを諦めたまえと言ったのだか、それは誰にも決定できない。その上、新聞雑誌の世論も、
カニに同情を寄せたものはほとんど一つもなかったようである。カニの猿を殺したのは私憤の結果に他ならない。しかもその私憤たるや己の無知と軽率とから猿に利益を占められたのを忌々しがっただけではないか。優勝劣敗の世の中にこういう私憤を漏らすとすれば、愚者にあらずんば強者であるという非難が多かったらしい。現に商業会議所会頭某男爵のごときは、大体神のような意見とともに、カニの猿を殺したのも多少は流行の危険思想にかぶれたのであろうと論断した。そのせいか、カニの敵討ち以来、某男爵は宗師のほかにもブルドッグを10頭飼ったそうである。かつまたカニの仇討ちはいわゆる指揮者の間にも一向好評を博さなかった。大学教授某博士は倫理学上の見地から、カニの猿を殺したのは復讐の意思に出たものである。復讐は善と称しがたいと言った。それから社会主義の某首領は、カニは柿とか握り飯とかいう私有財産をありがたがっていたから、臼や蜂や卵なども反動的思想を持っていたのであろう。ことによると尻押しをしたのは国粋会かもしれないと言った。それから某州の官庁某氏は、カニは仏慈悲を知らなかったらしい。たとえ青垣を投げつけられたとしても、仏慈悲を知ってさえすれば猿の所業を憎む代わりに、かえってそれを憐れんだであろう。ああ、思えば一度でいいから私の説教は聞かせたかった、と言った。それからまた各方面にいろいろ批評する名士はあったが、いずれもカニの敵討ちには不賛成の声ばかりだった。そういう中にたった一人、カニのために気を吐いたのは、酒豪兼詩人の某大義士である。大義士は、カニの敵討ちは武士道の精神と一致すると言った。しかし、こんな時代遅れの議論は、誰の耳にも止まるはずはない。のみならず、新聞のゴシップによると、その大義士は数年以前、動物園を見物中、猿に威張りをかけられたことを遺恨に思っていたそうである。おとぎ話しか知らない読者は、悲しいカニの運命に同情の涙を落とすかもしれない。しかし、カニの死は当然である。それを気の毒にと思いなどするのは、婦女同様のセンチメンタリズムに過ぎない。天下はカニの死を是なりとした。現に死刑の行われたよう、判事、検事、弁護士、看守、死刑執行人、教会士等は48時間熟睡したそうである。その上みんな夢の中に天国の門を見たそうである。天国は彼らの話によると、封建時代の城に似たデパートメントストアらしい。ついでに、カニの死んだ後、カニの家庭はどうしたか、それも少し書いておきたい。カニの妻は売娼婦になった。なった動機は貧困のためか、彼女自身の正常のためか、どちらか未だに判然しない。カニの長男は父の没後、新聞雑誌の用語を使うと、
本然と心を改めた。今は何でもある株屋の番頭かなんかしているという。このカニはある時自分の穴へ同類の肉を食うために怪我をした仲間を引きずり込んだ。クロポトキンが相互不助論の中にカニも同類をいたわるという実例を引いたのはこのカニである。次男のカニは小説家になった。もちろん小説家のことだから女に惚れるほかは何もしない。ただ父ガニの一生を例に、善は悪の異名であるなどと言い、いい加減な皮肉を並べている。三男のカニは愚物だったから、カニより他のものになれなかった。それが横ばいに歩いていると、握り飯が一つ落ちていた。握り飯は彼の好物だった。彼は大きいハサミの先にこの獲物を拾い上げた。すると高い柿の木の梢にシラミを取っていた猿が一匹。その先は話す必要はあるまい。とにかく猿と戦ったが最後、カニは必ず天下のために殺されるということだけは事実である。語を天下の読者に渡す。君たちも大抵カニなんですよ。はい、ということで終わりました。初見で読むにはね、めっちゃ漢字が多かったです。サルカニ合戦じゃないじゃんっていう、読み始めてからね思ったこともあるんですけども、サルカニ合戦のその後をこの芥川龍之介的に解釈してるというお話ですね。こちら書かれたのが大正12年なので、その当時の世相を反映させているような登場人物とかですね、言葉でしたね。なかなかちょっとこうブラックユーモアというか、本当は怖いグリム童話に通じるような感じですよね。サルカニ合戦めでたしめでたしじゃないよという芥川龍之介の解釈でした。ということで、本日も青空の下でお届けする青空文庫、楽しんでいただけましたでしょうか。次回どんな話でしょう。楽しみです。皆様も楽しみにしていてください。